こんにちは、平成ヒッピーです。この度はですね、無断で5日間も配信を休んでしまい、大変申し訳ございませんでした。視聴者さん、そして、リアルの友達からも心配の声をたくさんいただき、ご心配をおかけしてすみませんでした。なんで5日間も休んでしまったかと言いますとですね、睡眠時間以外はずっと働いていました。ということで、今日は謝罪会見に変わりまして、仕事の進めということで、働きどうして学んだこと、気づいたこと共有して、少しでも皆さんの仕事のモチベーションのプラスになればと思い、この動画を残させていただきます。早速、働いて気づいたことその1、仕事が仕事を呼ぶ。やっぱりね、お金持ちのところにお金が集まるように、仕事をしてる人のところに仕事が集まってくるんだよね。依頼をこなしている途中で新たな依頼が入ってくる。なんというんでしょうね、この仕事の連鎖。やっぱりあんまり仕事してない時っていうのは他の仕事も舞い込んでこないんだけど、依頼をこなしている時というのは次々に依頼が舞い込んでくるよね。働いて気づいたことその2、スキルが身につく。やっぱりね、バリバリ集中して働くとね、スキルが残るよね、手元に。その場の仕事だけ、報酬だけじゃなくて、スキルが身につくよね。まあ、どんなスキルが身につくかというと、まあ、一例としてね、少し挙げさせてもらうと、まあ、例えば腐敗、刈り取り、ブラッドランス、コープスエクスプロージョン、あと他には闇の追撃、影なる病魔、死者の軍勢、切り裂かれし血肉などなど、まあ、これは一例なんだけどね、ちょっと専門的な用語になって分かりづらいところもあると思うので、気になる方、分からない方がいたら、コメントで質問してください。働いて気づいたことその3、レベルが上がるよね。まあ、レベルって言ってもね、こうなかなか数値として目に見えてまあ分かるものではない部分もあるけれども、まあ、あえて数値化するならば、レベル100まで上がったよね。レベル1から始まり、レベル100まで上がりました。カンストと言ってもいいでしょう。この5日間、稼いだ金額、まあ、ちょっとね、自慢みたいになっちゃうかもしれないけど、まあ、少しでもみんなのモチベーションアップにつながればと思い、今日は具体的な数字を発表させていただきます。こちら、まあ、ちょっとね、桁が多すぎて一瞬じゃわからないかもしれないけど、まあ、3億4000万、まあ、約3億5000万だね。まあね、ここに数字を書いただけではね、まあ、何とでも書けるじゃないかって言われてしまうと思うので、まあちょっといやらしい感じになるけどね、口座のスクショも残しとくね。こちらですね、まあ、これだけのね、大金を稼ぐにはやっぱりポイントっていうのがあって、適切な拠点を選ぶことですね。まあ、普段はね、ご存知の方も多いと思うけど、私平成ヒッピー新潟を拠点にしていて、まあ、もちろんね、新潟はいいところだし、いいところなんだけど、こうやっぱりバリバリ働く、依頼をこなすとなればね、それなりにやっぱり適切な拠点を選ぶことが大事だよね。まあ、やっぱり人が集まるところに仕事も集まるし、まあ、仕事の面だけじゃなくてね、それに付随するいろんなことがやりやすかったりとかあってね、まあ、今回ね、おすすめしたいのは木尾馬車道だね。ここに行けば大体何でもあるからね、鍛冶屋も宝石職人も秘術師も、まあ、大体のものが揃ってるから、やっぱり木尾馬車道がおすすめかな。ということで、今回は謝罪会見改め、少しでもみんなのモチベーションアップにつながってほしいという願いを込めて、ディアブロ4のすすめでした。また次のライブ配信でお会いしましょう。平成ヒッピーでした。
チャンネル登録よろしくにゃん。